マカロニを使った、キャセロールキャセロール、または、ココットとは、カキ類や、量の獲物などの硬い肉を、野菜や調味料とともに、とろ火で煮込んだ料理。料理用語の EN キャセロールの、もともとの意味は、鍋でまたは、鍋入りの、であり、料理の給仕方法を指す場合に、調理に使用した鍋のままというニュアンスが付加される。また、北米の、刻んだ野菜や肉、パスタ、ベー、 チーズなどをキャンベルスープカンパニーの濃縮スープなどと混ぜ合わせ耐熱容器に入れてオーブンで焼いた家庭料理の総称である野菜のみのものもある北米でキャセロールに人気が出た理由として20世紀初頭に安価な耐熱容器が国内で大量生産されるようになったこと第一次世界大戦中に食料が一部配給制になって節約が奨励され キャセロール料理で冷蔵庫整理や比較的高価な肉などを節約できたこと。また、1916年にキャンベル社がヘルプスフォーザホステスという小冊子でクリームソースなどを手作りする代わりに自社のスープの缶詰を使うことを提案したことが挙げられる。1929年に始まった世界恐慌もキャセロール人気に拍車をかけた。北米では 今日も気取りのない家庭の味として親しまれており、一品、持ち寄りパーティーにも人気がある。なお、ミネソタ州では、ホットディッシュと呼ばれる。この料理に使われる鍋は、キャセロールディッシュ、あるいは単に、キャセロールと呼ばれ、ぴったりとした蓋を持ち、オーブンや暖炉を用いて調理する。ツナキャセロールとは、エッグヌードルとツナの缶詰を、主な材料とするキャセロールである。 缶詰の豆や缶詰のコーンを加えることもある。ポテトチップス、コーンフレーク、または缶詰の揚げ玉ねぎを一番上に敷き詰めてあることが多い。アメリカ合衆国の一部地域ではありふれた料理である。新鮮な材料を全く使うことなく作ることができるという点で便利な料理である。キャセロールは1950年代に多くの理由により非常に普及した家庭料理になった。 材料砂はチツナ缶、缶詰の野菜、缶詰のスープ、およびエッグヌードルが安価で手に入りやすいこと、そして35分あれば作ることができるのが主な理由である。また、残りを冷凍、または冷蔵し、翌日に温め直して食べることもできる。ポットラックや病人のお見舞い品としても大変普及している。ツナキャセロールは一皿ごとに異なるが、歴史的には、エッグヌードル、 刻み玉ねぎ、おろした、チェダーチーズ、冷凍グリーンピース、漬け油を切ったツナ缶、缶詰の濃縮マッシュルームスープ、缶詰の薄切りマッシュルーム、砕いた、ポテトチップスを材料とする。茹でた、麺、玉ねぎ、チーズ、グリーンピース、ツナ、マッシュルームを耐熱皿に入れて混ぜ合わせ、ポテトチップとチーズを天面に振りかけて、オーブンで焼く。この料理は、 オーストラリアのほとんどの地域でありふれた料理であるが、ツナモルネーと呼ばれており、モルネーソースを添えて提供される。通常は、豆とコーンを材料に加える。また、エッグヌードルの代わりにパスタを用いる。タコキャセロールは、タコスの具であるスパイシーなひき肉をキャセロールにした、簡便な家庭料理である。テクスメクス料理とみなされている。家庭料理であるため、一部の材料を省略したり、 代用品に変えたりすることがあるが、テイストオブホーム氏2000年1、2月号によると、タコキャセロールは次のようなものである、牛ひき肉、刻んだ玉ねぎ、ピーマンを炒め、市販のタコスシーズニングを加え煮込む。耐熱皿に砕いたトルティーヤチップスを敷き詰め、その上に缶詰のリフライドビーンズ、肉、チーズを積んでいき、オーブンで焼く。焼き上がりに、さの目に刻んだ、 トマト、ちぎった、レタスなどを乗せる。スイートポテトキャセロールは、ヤムと呼ばれるオレンジ色のサツマイモを生地ベースとし、マシュマロを敷き詰めオーブンで焼くスイートポテトに似た、焼き菓子である。感謝祭でよく食される。ありがとうございます。